はいどうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいなと思います。よいしょ。ですね、前回の、かまどで、自動輸送をするよって言った場所なんですけど、ライブ配信で、ちょっとね、見た目を少し変えました。こんな感じになってます。あ、今こっち来てるね。こんな感じで、一応綺麗にしてみました。で、今日はちょっと、なんかこすごいこいつの邪魔。ごめんって。なんか、前にね、ライブ配信でブティックみたいな感じを作ったらどうですかって、ブティックみたいな建物を作ったらどうですかっていただいてたんで、今日はね、ブティックをちょっと作っていこうかなと思います。でね、そこに村人さんもいてもらうみたいな感じにしようかなと思います。この辺に建てるかな。どこがいいだろう。こう来てる。ここか。ここいいね。ここにブティックをちょっと建てていこう。ブティック。一応ダークオークの木材持ってきたけど、ちょっとダークオークじゃない木も使った方がいいよね。ちょっととりあえずここに建てていこう。なんかおしゃれな、ちょっとカフェ風もいいよね。あ、そしたらカフェ作るよって話なんだけど。よいしょ。ちょっとまあ考えてやってみよう。よいしょい。建築苦手。アカシアの木とかたまには使ってみるのもいいかもな。よいしょ。痛い。とりあえずちっちゃくていいんだよな。うん、このぐらいの大きさでも全然いいね。もうちょっと広げようか。よいしょ。このぐらいの大きさ。うん、まあいいっちゃいいね。よし、やっていくか。石のハーフと棒、こんな感じだったよね。よいしょ。アーマースタンド。オッケー、これをちょっと何個か作ろう。こっちの横から見えるようにしたいよね。どうしよう。ここをガラスにして、ピストンを下向きに設置して、ガラス、アーマースタンド、んで、こいつに服をちょっと着せて、よいしょ。ほい。ほい。で、ピストンを、おりゃ。そして、もう一回、おりゃ。オッケー、いい感じ。とりあえずはできたかな。ありがちかな。とりあえずできたけど、ちょっとこのままじゃ終われないから、ちょっとこの空いたスペースでね、遊んでいきましょう。ここを掘っていこうか。よいしょ。ほい。できるかな。とりあえずここでこうボタンがあって、ボタン、ブロックパウダー、ここにトーチ置いて、ブロック、リピーター、これでここまで電気がいったから、伸ばして、ここにブロックで、これでいいね。んで、これと同じように伸ばしていけばいいから。大変だ、素材が足らないぞ。ちょっと手伝ってくれ、素材が足らない。よいしょ。原生林とかに行けばあるかな。あったあった。よいしょ。棒に羊毛で旗でしょ。そして、翡翠蘭を崩して染料にして、どうすればいい？これで置いて、さらにこれでいいか。 OK。 これをカカオで囲ってやると。オッケー、できた。よいしょ、
鏡。オッケー、いいね。あったあった。よいしょ。まさかこいつを使う時が来るとはな。よいしょ。んー、あ、ダメいけんかった。よいしょ。ほいほいほいと、ほい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 と、よいしょ、完成だ。よーし、オッケー。じゃあちょっと見てみよう。疲れた。せーの、はい。あー、いい感じ。あ、ちょっと待って、スライムブロック取り忘れた。よいしょ。もう今のちょっとなかったことにしよう。よいしょ。オッケー、せーの、はい。あー、できたー。ブティック、ちょっとカフェチックなブティックできました。いやー、頑張ったよ俺今回も。屋根はね、よいしょ、こんな感じで。うわー、そこなんか色付け間違えてるわ。もうもう、よいしょ、 OK。 OK、 これこれこれが完成。よし、屋根はねこんな感じで、縞模様にしてみました。で、お店感を出すためにちょっと赤白のね、こっちの屋根間違ってないね。あ、大丈夫だね。で、ここにはこんな風にアーマーが飾ってあります。ここを入るとレジがあります。で、ここはね、いつか村人さんに来てもらうとして、ここに鏡があります。で、このベッドはちょっと僕がただ寝てただけです。で、ここはね、ちょっとカーペット引こうかなと思うんですけど、ちょっと羊毛が足らないので、もうちょっと後になると思います。で、これは棚をイメージしてますで、ここにあるのは銀のアーマーなんですけど、これは、最新作です。このお店のこのお店の最新作なんですよ。で、この奥にあるボタンをこうやって押すと、ポンと違うやつが出てくると、これの入れ替わりができるみたいな感じにしてみました。はい、ということで、中のね、内装はまだまだできることがたくさんあると思うので、生放送とかでやっていきたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。